おはようございます。スコーンパート4、4回目でございます。と、今回はどこからやったかな。謎解きっていうかパズルいかない俺は時間かけてしまってたんで、まあよろ、まあ、こういうことですわ。あとはヒットアンダーウェイを、引っ掛けとヒットアンダーウェイ開けられそう。どっか行ったな。怪しい。よいしょ。あ、発射。やべ。まずい。お前もか。よいしょ。まあ今のきれいに決まりました。もうなかったことにしてるけどね。前回一回ここでやられてるんで。あれ、この先やったっけ、俺やられたの。なんで、あれ当たらへんぞ。なんでやろ、届かへん。まずい。あいつどうしたらいいんや。あれ、引っ掛けるじゃ倒せへんからな。あ、こういうことか。鬼ごっこするわけやな。弾がないもんね、別に。いや、無理っぽいな、あれ。これ戦わな、しょうがないか。よし。普通に登りゃいいのかな。上よ、これ。こう上見たら実はこう、あれ、下降りたら、上向いたらこう天井が開いててね、俺が移動してる間なんか一発降ってくるみたいな。一発で倒せへんので、このゲームはおそらくパワーアップとかできんのかな。一発で倒せへんからなかなか。いや、まずいな。左、引っ掛けるか。ここやな。ここで引っ掛けよう。あ、これ引っ掛かるか。よいしょ。一回ケツ、うん、まずい。まず、ここね。よし。まずワン。よいしょ。まずいな。いやー、これも実質負けと変わらんよね。横移動しつつ、ワンヒート。なんでワンヒート。こっち行ったら未知の敵が待ってそうな気もする。ワンヒートバック、まずい。ワンヒーツ、まずいぞ。いやー、登るんね。いや、いかつ。
れそうやな。あ、ジロ。攻撃されそう。大丈夫かな。いや。ヒットアンドアウェイ。あ、うまい。よいしょ。さあさあさあ、早いこと入っ、ああ、侵入しました。コック、ん、あ、これか。どっかまで行ったら追いかけてこんっていうのは本音になる。一応どっち、左かな。いやしてるのもあるし、これがなんか、まあ、お母さんみたいな感じか。背中から子供が、あ、まず、まずいと言いつつ、これ開く？開く、足りん足りん足りん。大丈夫。ああ、こっちじゃないのか。すり足みたいなのないのかな。チャンス、やば、チャンスじゃなかった。さあ、この横、斜め移動、斜め移動、斜め移動で見えてんもんな。え、張ってる音が聞こえるんやけど、足りひんな、弾が一つ足りひん。今のこっち、まずは正面見てみるか。少々、これは俺助かる。下行けるやろ。ただこっち右側もなんかありそう。こちら、さっき起きたっけ。何もなかったのか。いや、来てない来てない。この黄色いのははめなあかんのかなと思ったけど、そうでもなす、ないのか。どういう風に動かしちゃいいのか、いまいち分からへんけどね。ヒントはあるはず、どっかに。助かるなぁ。ん？何これ？武器？2つあるな。で、1つ玉余り、なんなら7余ってもな。あ、でもなんかあった時は使えばいいのね。
で帰ってきてこれ試してみるか。うわっ、リロードしてんかった。3発やから多分強いと思うよな。いやーこれ多分強いのは強いんだけど無駄遣いしたな多分。まあまあ多分ダメージとかのその数値で表記がないんで、その目安、まあ、一回使ってみなよほらみたいな感じだと思うよね、おそらく。なんで、まあ、3発残ってるけどそれで十分戦えるようには、多分これなんか登ったらわーって来そうな気もするな。まず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 、チビっぽいのは1体は撃って、もう1体で、はい、え？1体あれ確実に倒しといた方がいいっちゃいいやろうけどな。しっかり顔動かしてんもんな。ただ手とかがないから攻撃してこれへんのか。ああなるほど。いやまたおるな。触るか。多分あれはあと一発殴ればいい。来た。よーし。まあまあまあこんなもんですわ。登っていく。あ、当たった。それで戻っていくやろ。あれ？こっから来たんか。多分最初に見たやつ、二つ目に見たやつ、今見たやつ、多分3、2、1逆に戻っていくといいんかなと思う。そうでもないのかな。ほい、これで3つ開けたことになるような気がする。こっちか、そっちかい。動かしたらすり抜けてる。あ、なるほどね。なるほどな。うん。じゃああと一つピースが足りひんってことやな。ね、この一発がないから泣く思いするっていうのも全然あるような気がするんで。できればこれで倒したりとかけどな。多分難しいんやろうな。
数がやっぱここまでパート4まで来ると死んどらんかったんかい。こんなんはでも、まあ、正直弾使うほどじゃなかった。いやーちょっと離れよう一回。使ってしまっていいのかな。2発、2発か。この選択は正しかったのか。どっちが先でもいいっちゃいいんやけどな。ちょっと回復多めにください。来たな。いやもしかして一発でよかったかな。弾切れもうありませんよ。もう余裕はない。これ全然ね、こっちの弾数なんか気にせんと。よかっ、構いなしに。よしよしよし。なんか決まった道をたどってる。こうシュークルクルしてんのかな。だからやり過ごすっていうのはもしかしてできるのかも。お前か。助かるな。ここに来て弾補充は結構余ってるな。また帰ってこよう。やばい、弾が出へん。リロードしてんかった。え、そっちかい。失ったものが大きい。ショットガンをおとなしくね、2発撃っときゃ。ん？あ、そっか、リロードしなかったのか。リロードして、どっから出てきた。高速リロードみたいなのがあれば助かるんやけど、まあ、そんなもんは到底なさそう。上に登れた、これか。ちょうどこのモンスターの体と通路重なってるっていう。でかすぎるっていうのもあれやしね。拠点をこんなとこに作ったのが悪いと言えば悪い。どうしようか。絶対無駄やったな、今の。いくらたまに余裕があるから。
万に余裕があるからといって今のはだいぶ無駄なことしてる気はす。3、6、7、13、また俺やん。また一発。まずい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 。まずい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 。上へ参ります。上に上へ参りますが、こんだけ頼もしい買ったことないよな。脇がえぐいな。やっぱ倒さんでよかったんか。そういうことになるよね。倒れてへんかな。どっからか出てくるんやろうね。どっからか出てくる。あー、ここから違うな。もう一段下に降りるんかな。ただでかいやつはおらんくなったんで、やっぱり確実に倒す必要はないと。超高速ダッシュでここ切り抜ける。はい、スッスッスッと。はい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 。お前まずいな。あ、これまずいぞ。ちょっとスイッチ間違えてる。スイッチ間違えてる。いける。減らして上り下り作戦か。引っ張って上って降りたら数が減ってるみたいな。ちょっとごっついのは買っといてもいいかもしれん。ヒタノウェイ。これで一発はもらう。でこれで登るで降りる。なんかパッて見たらいるみたいな。お前上に一緒に来たんかいっていうの。ちょっと一瞬頭脳裏に伸びたけど、まあさすがに。どうやろう、これ出てくる数が減ってたら。あれ？ゼロ？マジか。さすがに。あ、てかなんか左に通り過ぎてしまってたわけやな。ここよ、ここ。なんかここ行った気もする。しない。大丈夫。ありがてえっす。これで、また帰ればいいだけなんで。おるな。椅子パッ、おうって、パッ、おうってのはありそう。ないっていうね。まあ、ここはパズルを解かせるターンやから。そうね。そんな無粋なことは。おお、なるほど。どうでしょう。ボス。どこ。やばい。あ、動いてるんか。エレベーターってことか。よかったよかった。で、化け物の腹綿をククって上がっていってる。ぐしゃぐしゃに。いや、これ痛いやろな。ちょっとなんか
くちゃ勢いよく上がっていってるけど、これはなんかちょっとはずバース、はい、ボス、ボスなのかい、ボスなのかい、倒した、イエー、高っ、多分高い、あ、ん、もう一つ、あ、こっから行ける、外回りさ、いやなんかいそうやな、いそうなんやけど、俺のアルティメットショット、アルティメットショット、じゃショットガン、そう、アルティメットショットね、アルティメットショットが弾一発なんで、もはや何もないのに等しいと、何もないのに等しいか、これはもう戦う必要も、いやまだ生きとるな、どうなってんの、上でこうまた奥もやかかってるけど、じゃあ引っ張り上げてんのか、バゲモン一緒に引っ張り上げた感じか、えぐ、で球体を囲うようにして肉ができてた、ちょっと待った、びっくりした、もう、いやなんか体中から出てきてるから、でもゴールに迎えたとて、なんかもう手遅れ感は否めへんけどな、回復ありませんが大丈夫ですか、いやこれ怖いな、ちょっと後ろからプレイヤーを見るような視点やったら、まあいけんやが、なんかそもそもこれ人がさ、指とか腕とか入れて、だから人が作った文明なのか、まだでもそうか、人が作った文明ではないよな、絶対配管が欠陥みたいになったり、モンスターエイリアン異星人、その技術を借りて腕になんか鍵みたいなのつけたりとか、武器、そうね、人じゃないな、さすがに、この材質もなんかの骨っぽくも見えるけど、こう鋼鉄より硬い、最高のみたいな、最高の素材って、現実というか地球にはないような素材で作ってますみたいな、おお、本殿かな、これは。さっきまでは俺はどこやったのか、ちょっと気になるところであるけど、さっきまで俺がいたのはどこっていう。ただまだまだ終わりではなさそうなんで。ステーションとステーション、まだまだゴールは遠いですよ。ありがとうございました。時間いくらなので、今日はこれ、何これ。